まさか、うずきはともかくあいつが。あいつって、のぞみちゃんたちのこと？さくやさん知ってるの？ああ、まあね。そののぞみとみかげってやつらは退治されてるはずなんだけど。そうなの？ケイ、あんたもう帰りな。はい。帰れ。さっきのニュースで言ってた通り、物騒な事件があって、まだその犯人は見つかっちゃいない。だから、それはのぞみちゃんたちが。相手がそういった類ならなおさらに。あんたが狙われているんだろう。そのくせ身を守る術を持っていないんだろう。それなら逃げるのは当然じゃないか。それは、でも。いいかい、こっちに来た途端に狙われるようになったんなら、向こうに戻れば狙われなくなる。そいつらが追ってこない限りね。夢一人じゃあんたをかばうのはきついみたいだし、今度はうずきが来てくれるとは限らない。あんたは帰るべきなんだよ。違うかい？だけどね、さくやさん。だけどってあんた、あんな目にあってまでこんなところに残りたいっていうのかい？危険を押してまでこっちに残りたいって理由が私にはわからないんだけどね。それは、答えられないわけだ。だったらもういいだろ。恵美子さんの家だって昨日のうちに見て。まだ見てないもん。お父さんの実家だったね。ご神木まで行っておきながら、あんたは何をやってるんだか。だって、でも行っておきながらって、あんたの頭には狭間って地名は入っていないのかい？あの山の入り口になってる鎮守の森の奥に狭間の屋敷があるんだよ。山に登る前にでも後にでも、少し歩くだけで立ち寄れたはずなのにね。だって昨日の朝は。やれやれ、仕方のない子だよ、あんたは。さくやさん、気が出ている間なら大丈夫だろうから、連れて行ってあげるよ。バスより私の車の方が何かと都合がいいだろうしね。
拓也さん、この車ってデコボコ道に強いんじゃなかったっけ？強いよ。そうでもなけりゃもっと安くて燃費のいい、環境にも懐にも優しい車に乗り換えてるよ。でもガタガタ揺れてるよ。走破性と居住性は別項目だからね。前者なんかは乗り心地最悪だって話だよ。それよりケイ、前に見える脇道、昨日はあそこから入ったんだろう？うん、旅館のおかみさんに教えてもらって。それでもう少し進むとだね。ほら、ケイ、どうしたんだい？え？別に何でもない。ならいいけど、もうついてるよ。私もここに来るのは随分と久しぶりだね。ほら。ありがとう、咲夜さん優しい。おだてたって何にも出ないよ。ほら、到着だ。あれが恵美子さんの家で、あんたが生まれた屋敷だよ。金持ちのお屋敷みたい。一応蛇塚の昔話に出てくる長者の末ってことになってるからね。そうなの？佐藤や武藤の霊と同じで、加藤の塔も藤原氏の縁故だからなんだとさ。もう藤原氏か。なんかピンとこないな。だろうね。それに本当のところ、あんたの波動は藤原ゆかりのせいじゃないし。なんだ。ご先祖が長者だっていうのは間違いないんだけどね。来る途中、森に入るまでの間、見渡す限り田畑が広がっていただろう。うん。あれ、戦後の農地改革まではほとんど波動の持ち物だったんだよ。
恵美子さんがあんたぐらいの時はそうだったからまだ最近だ。本当？すごいな。時代が違ったら私もお嬢様だったりお姫様だったりしたわけだ。ああ、お姫様だったね。でもまあ、昔は昔、今は今だよね。私は手狭なアパート暮らしが身に馴染んだ庶民だし。生まれたのはこの屋敷でだけどね。それじゃ、中を見に行こうか。よっ、けんけん。うー、甘い、はい。静かに、何かいる。そこだ！じゃない。サクヤさん、私、化かされたりした？それで納得したら化かされたことになるよ。そっちはおとりだよ。音や姿は他に託せても、匂いまでは分散させられないからね。捕まってしまいました。そんなに匂います？
ますかね。私の鼻は特別でね。はあ、それは運がなかったですけど、引き時をわきまえなかったのが一番の敗因ですよね。このところこの辺りも騒がしくなってきたんですけど、なかなか居心地いいもので、ついついグズグズしてしまいましたからね。今朝も山に登っていく人を見かけましたから、そこで逃げとくべきだったんですよね。山に登っていく人？はいです。こっちの家には目もくれず、まっすぐ脇道に入っていきましたが。その人って髪の長い綺麗な人じゃなかった？黒い制服着てて、こう剣道の竹刀を入れるような袋を持ってる。はいはい、そんな感じでしたね。北斗学院付属の制服でした。確か剣道部が全国大会常連の古豪ですけど、もや山ごもりじゃありませんよね。あ、詳しい。あんた、ここは管理者不在だったとはいえ私有地だよ。直接あんたが罰せられるようなことはないだろうけど、立派な不法侵入だ。だあ、おっしゃる通りです。確か130条でしたよね。ふん、なかなか肝の座ったお子様じゃないか。私の質問にちゃんと答えてくれるか、なんだか今から不安だね。ちょっとお姉さん、笑顔が怖いですよ。そう見えるとしたら、あんたに罪の意識があるからさ。それは違いますよ。客観的に見て怖いですよ。